ララポートララポートエビナララポートエビナは神奈川県エビナ市にある大型商業施設。2015年10月29日に開業した。かつて JR エビナ駅西口地区は田畑が広がっており目立った商業施設はなかった。2009年度からエビナ駅西口特定土地区各整理準備組合はエビナ駅 西口土地区画整理事業の一環として市街化を進めるため、株式会社浜銀総合研究所とともに西口地区への企業誘致を進めており、2010年8月には4つの企業から組合に対しプレゼンテーションが行われた。準備組合はこの中からララポートエビナを提案した三井不動産株式会社を最優秀提案企業に選出し、 センター用地開発事業の優先交渉権を与えた。2012年12月、海老名駅西口土地区画整理組合の設立が認可され、2013年2月には造成工事に着手し再開発事業が本格化した。2014年6月5日、三井不動産は計画の概要を発表し、同6日に着工した。同年10月23日に大規模。 小売店ポリッジ法に基づいて、神奈川県に対して届け出を行い、2015年6月11日には開業日が発表された、同年10月29日にグランドオープン。ララポートとしては、全国で10番目の三井不動産が手掛ける神奈川県内のリージョナル型、ショッピングセンターとしては、ララポート横浜、ラゾーナ川崎プラザに続く3番目の開業となる。 証券は半径 10km を想定し、周辺の伊勢原市、厚木市方面からの来客も見込んでいる。なお、2015年7月時点で、海老名市内では、投資施設よりも店舗部分の面積が広い商業施設は存在せず、海老名市内で最も広い商業施設となる。投資施設は、三井不動産商業マネジメント株式会社が管理、運営し、 同社ウニエ第一本部ララポート第三事業部のララポートエビナオペレーションセンターが管轄する。同センターは2015年1月13日にエビナ計画開発準備室として設置され、8月26日にオペレーションセンターへと改組された。などが出展されている。このほかエビナ市が借りているかつての民誘致を無償で提供し、 シャトルバスの発着場及び臨時駐車場として利用される。シャトルバスは開業から1から2ヶ月の間土曜日に運行され、海老名駅東口と東発着場の間を往復する。最寄りの高速道路インターチェンジは海老名インターチェンジ。当施設には駐車場棟があり、1800台の自動車が収容可能である。また、施設近くに300台分の臨時駐車場。 市役所に隣接して500台分の臨時駐車場を設けるとされる。ただし、試算によれば、休日には6300台以上の自動車での来店を見込んでおり、周辺道路の混雑が予想されている。混雑緩和のため、海老名市やララポートは公共交通機関の利用を呼びかけている。駐車場棟のエントランス近くには、車椅子用の駐車スペースが23台分。 屋上には電気自動車の充電ステーションが2台分設けられる。駐輪場については詳細が発表されていないが、大田リッ地法に基づく届出では1350台収容可能としている。ありがとうございます。